2008年以降に放送回数が節目を迎えた記念コンサートの会場として使用して番組の公開収録を行っている東京国際フォーラム塩野ぎミュージックフェアは1964年8月31日よりフジテレビ系列の一部で毎週土曜日18時18時30分に放送されている音楽番組である。日本の民放でレギュラー放送されている。 音楽番組の中で最長寿番組である。ハイビジョン制作及び字幕放送の実施も扱われ、フジテレビ系列局で地域限定スポンサードネットによる同時ネット番組ではあるが、スポンサードネットの対象から漏れた一部の系列局では放送していない。タイトルが示すように、開始当初から潮の犠牲薬による一社提供番組であり、冠無スポンサー番組でもある。 新聞の番組表などでは、MF、ミュージックフェア m フェアなどの略称で表記される場合もある。1964年3月29日に特集番組として放送されたことに橋を発し、同年8月31日よりレギュラー番組として特集版の司会を担当した小腰地吹雪を総合司会に据えて本格的にスタート。落ち着いた雰囲気で、 毎回違う歌手の共演を行う。1967年5月1日放送部により、モノクロからカラーに切り替え、1978年10月3日、放送部により、ステレオで放送。2004年1月10日、放送部により、ハイビジョン制作に移行こう。トークコーナーでは、司会が季節やゲストにまつわるテーマを挙げてトークしたり、 ゲスト同士が聞きたい質問でトークを展開している。また、スティービー・ワンダーや、ジャネット・ジャクソンなどの海外の大物アーティストも多数、出演している。エグゼクティブプロデューサーで、現役ディレクターの石田博士が、スタッフにいる。2008年10月4日、放送分は、エンディングのクレジットに、制作、フジテレビ音組が入った。現在の土曜18時台前半に枠移動するまでは、 放送開始から1983年9月29日まで、それぞれ2回枠移動しながら、ゴールデンプライムタイムで約19年間放送され、1983年10月2日から2001年3月25日まで、日曜23時で約17年半放送されていた。日曜23時代前半の放送では、まず塩の木の30秒 CM 等の CM を放送し、 本番組が始まるという構成だった。日曜夜、時代、参議院選挙及び衆議院選挙の開票が即日になるまでは当日の夜も放送していた。ただし、1989年1月8日は昭和天皇法御による報道特別番組のため休止され、翌週の1月15日に改めて放送された。また、 放送枠が選挙特別番組になった場合でも23時台前半では塩野の犠牲薬の一社提供枠でセールスされていた21世紀を迎え2001年4月7日より番組名をミュージックフェア21にリニューアルし日曜23時台前半からそれまで夕方の全国ニュースを放送していた土曜18時台前半に移動したテーマ曲の 今夜は夢のラララミュージックフェアという歌詞はそのままであるものの以前の放送時間よりもかなり早い時間での放送となっているリニューアル後は旧来からのスタイルを残しつつも VTR を用いた過去のエピソードのコーナーや好きな食べ物を紹介するこの一色コーナーも企画されていたがいずれも半年ほどで終了しリニューアル前の状態に戻されているまた新しく エンディングにて出演歌手との記念撮影のコーナーも新設され、その写真が応募した視聴者にプレゼントされるという企画も行われていたが、こちらも2008年9月27日で終了している。リニューアル前はほぼなかったジャニーズ事務所所属アーティストのようなアイドル歌手の出演も増え始め、王子のように必ずしも歌唱力のあるものばかりが出演しているとは限らず、 リニューアル前は常連だったベテラン実力派歌手の出演も激減する。また、放送会によっては FNS 歌謡祭や FNS 歌の夏祭りといった同局の大型音楽番組でも行われている出演ゲスト同士のコラボレーションで楽曲を披露される場合もある。FNS27 時間テレビの放送日に関しては2001年2003年の場合は休止した。 しかし、2004年以降は、開始時間が18時30分や19時に繰り下がるようになったため、FNS27 時間テレビの放送日でも放送されており、2009年7月25日には、FNS26 時間テレビの関連企画で、緊急特集ヘキサゴンファミリー総力コラボとして放送され、同年以降の FNS27 時間テレビは、通常放送となっている。 2004年8月には放送40周年を迎えた。また、同年3月27日放送分で放送2000回を達成した。2007年10月6日18時からお得みとのコラボレーション企画で公式サイトが開設。2008年3月で放送2200回を迎えたことに伴い、3月は1ヶ月に渡り2200回特別月間として、 豪華アーティストの共演を放送した。同年10月4日には21が外れたことから番組名にミュージックフェアへの再度変更が加わった。2009年4月から2014年までは一組だけの企画をワンマンショーと題したり2回連続企画を定期的に行っていた。2009年10月3日放送分からは地上アナログ放送では レターボックスでの放送に移行した。それに伴い、再度リニューアルを実施した。2010年3月で放送2300回を迎えたことに伴い、2月26日に大阪厚生年金会館ホールにて公開収録が行われ、3月に4週連続で2300回記念特番として放送された。2010年12月4日、放送分は、 同日のゴールデンタイムプライムタイムに 2010FNS 歌謡祭が生放送されたため本番組も生放送編成で 2010FNS 歌謡祭の出演歌手がゲスト出演する形式となり実質 2010FNS 歌謡祭のプレ番組のような扱いであった 2010FNS 歌謡祭の会場には本番組の司会者である鈴木杏樹 めぐみとしあきも姿を見せていた。なお、もしもツアーズを挟む形で、本番組と 2010FNS 歌謡祭と同日に二つの音楽番組が放送された。また、土曜日のゴールデンタイムプライムタイムの編成を日本テレビ系列に定めているため、2010FNS 歌謡祭を同時ネットできないテレビ大分でも、この回の本番組は通常通り、 同時ネットで放送された。2010年代に入ってからの関東地区における視聴率は5から6%台で推移している。再造2013年8月号は視聴率は加工気味だが塩の犠牲薬が本番組の提供を続ける意向であることと富士テレビが塩の犠牲薬から年間10億単位のスポンサー料を得ているという事情から本番組は 打ち切りの対象にならないと報じている。2014年8月には放送50周年を迎えた。2016年2月19日に東京国際フォーラムで行われた2600回記念コンサートが公開収録された。その際、収録終盤には当時の番組の総合司会を務める鈴木安寿とめぐみが番組を卒業することが発表された。両者は 同年3月26日放送分をもって番組を降板した。同年4月以降の公認の司会は同年2月24日にフジテレビから発表され、8代目総合司会として仲間幸恵とカルベ新一が務め、タイトルロゴ及びトーク時のセットを変更した。2016年6月18日は19時から生中継した AKB4845 スシングル。 選抜総選挙の事前番組を兼ねた連動企画で AKB48 の特集放送となった。同イベントの開票が毎年6月の土曜に移ったのは2013年度からだが、以降の2015年度までの3度の開催日には、そのような連動企画を一切しておらず、この日の放送が史上初となった。2016年10月1日放送分から解説放送を開始。 2019年8月31日放送分で放送55周年を迎えた。1999年までミュージックフェアの後に西暦の下二桁を付して用いていたが2000年以降は行っていないにも同じ措置がなされている。4度目の枠移動に合わせて2001年4月7日から2008年9月27日までの7年半の間は世紀を示す数字を加えて ミュージックフェア21となっていたが、2008年10月4日から、再度、ミュージックフェアに戻っている。初期10年ほどは公開収録を行っていたが、その後は番組の節目ごとに行われるのみとなり、通常の収録は限られた関係者しかスタジオに入ることができない。ただし、ミュージックフェア21では、開始から半年ほどはスタジオに100名前後の観客を入れた。 公開収録が行われていたほか、その後も不定期ながらも行われていた。なお、ミュージックフェア海外後は、収録スタジオでの公開収録は行われていない。公開収録は、東京のほか、スポンサーの塩野義製薬や、塩野義ヘルスケアが本社を置く大阪でも行われている。公開収録はこれまで1日のみだったが、2014年2.3月に、 放送された2500回記念特別月間では放送開始50周年を記念して初めて1月30.31日の2日間公演として行われた。なお、大阪厚生年金ホールで収録された放送1100回記念と前日の放送2000回記念は神奈川県横浜市にある放送ライブラリーに所蔵されており無料で視聴することが可能である。 1983年までのプライムタイム時代は、全番組のプロ野球中継が延長になった場合、本番組を休止して、野球中継を使用の義提供で続けて放送した。この時の断り書きである、スポンサーのご行為によりは、後に流行語となり、他局でも野球中継延長時に使われるようになった。オープニングテーマ曲は、ほとみ交互作詞。 山本直澄作曲によるもの。オリジナル版では、服部勝久編曲によるものだが、編曲は、その都度変わり、現在は、竹部里氏が担当している。歌い手は、ザ・ピーナッツ、森山良子サーカスを経て、2019年時点では、ゴスペラーズが受け持っている。また、過去映像を使用した名曲セレクション形式での、放送会では、2016年10月から、 サーカス版が再度使用されるようになった。番組中で歌われる歌詞については、オープニングタイトルの変更や歌手の交代に際して改定されている。1997年4月以降は一部歌詞が改められ、現在の形式となった。またフルバージョンの歌詞も存在し、これは開始初期から長と南田不採始会期の途中までオープニングにおける出演者、 スタッフクレジットで使われ、使用しなくなった後も、記念会ライブで1曲目として出演者全員で披露される。なおこれとは別に、ミュージカルアカデミーが歌唱したテーマ曲も使用されていた。このテーマ曲は、旧 CBS ソニーから発売されていた、オリジナル版懐かしのテレビ番組テーマ、大前週賞は28から43年に収録されている。 2020年5月2日放送部により新型コロナウイルスの影響で発令された緊急事態宣言によるスタジオでの収録自粛を受けて各アーティストミュージシャンが自宅から演奏したミュージックフェアのテーマ在宅ワークバージョンを番組オープニングで放送開始した。またこのテーマは YouTube に期間限定で公開している。第6弾では オールカストバーが披露された。1964年8月の放送開始以来、一貫してネットしているのは、制作局のフジテレビと、塩野義製薬本社所在地の関西テレビの2局のみで、ある。かつては、地域限定ではないネットワークセールス枠であり、大半の系列局で放送されていた。しかし2回目の枠移動後の1981年10月からは、 地域限定スポンサードネットワークに変更され、そのスポンサードネットの対象から漏れた多くのつぼねでは、2回目の枠移動前の1981年9月をもって、途中打ち切りとなった。この時ネット局が西日本を中心に9局まで減少し、北海道、東北、北新越地方では本番組が全く放送されない状態となった。その後一部系列局では新たに、 スポンサードネットの対象となったことで放送再開となり、現在は富士テレビ系列17局での地域限定スポンサードネットによる同時ネット番組となっているが、残る11局では放送されていない。スポンサードネットから漏れた系列局では、この時間帯がローカルセールス枠となる上、タイトルロゴから使用の義を省いた別素材を制作しての 番組販売扱いでの放送を可能とする措置も取られていないため各局別に自主編成を行っている。なお、現在スポンサードネットから漏れている系列局はアナログ時代に VHF 局であった福島テレビと沖縄テレビを除いて1970年前後の UHF 大量免許機に開局したつぼねであり、他系列優先編成のクロスネットだったつぼねも 含まれている。その一方で、平成新曲、高知さんさんテレビでは、全曲で開局当初からネットされている。また、福島テレビ及び富士テレビ系列時代の、福島中央テレビと、テレビ宮崎、鹿児島テレビ及び過去に、同局の編成から外れた、富士テレビ系列番組を放送していた、南日本放送では、放送実績がない。 かつては年末年始であっても通常通り放送されたが、その後少なくとも一週は休止されている。以下は土曜夕方以降後において、年末年始以外では珍しく休止、順延となった事例である。ありがとうございます。